富士急行5000系電車は1975年に富士急行が導入し2019年まで同社に在籍していた電車である。3100系の自己廃車補充と将来の増備車の先行試作を兼ねて2両編成1本が日本車両製造で製造された。2020年時点において富士急行が自社発注した最後の鉄道車両である。 地方私鉄としては、意欲的な冷房付き心臓車であったことが評価され、1976年度鉄道優のカイローレル賞を受賞した。形式名の5000は昭和50年に登場したことに由来する。車両長2万ミリメートル、最大幅2950ミ、mm、リメートルと、地方私鉄としては、大型の車体を採用した。衝突対策として、 高運転台構造を採用し、正面下部にはステンレス製のバンパーを装備する。車体の裾を絞ったスタイルとしている点は115系、などの日本国有鉄道の近郊系電車に類似するが、フロントデザインは独自のものとなった。各車運転台側の連結器は密着連結器車両間の連結器には棒連結器を採用した。登場時の車体塗装は、 客用倉下に幅1 5 0ト、mm、ルの白帯を配し、それより上部をオーシャングリーン、下部と連結面をサランダブルーで塗装したものであった。客用扉は幅1 3 0 0ト、mm、ルの両回避を片側につき2箇所備えている。座席は扉付近にロングシート、扉間及び車端にボックスシートを備えるセミクロスシート配置である。 クロスシート部分のシートピッチは最大 1520mm と国鉄の急行型である165系の普通車よりも快適性を重視したものとなっている。またコストダウンの検知から国鉄電車と同一の部品が一部に用いられている。空調には富士急行の車両として初めて冷房装置を採用し、冷凍能力1万キロカロリーの三菱、 電気製 CU-121 分散式冷房装置を屋根上に4機搭載した。車両あたりの定員は128名である。落成当初は車内案内装置は放送装置のみであったが、後に客室内に LCD を設置し、自駅案内や自駅周辺の観光案内などを表示している。また、 ボックス席を一区各分撤去して、清涼飲料水の自動販売機が設けられた。後に、類似の車体を採用した、国鉄417軽電車などが登場しているが、本形式はそれらよりも扉間が窓一つ分長い。もは5001ともは5002がユニットを組んでおり、5001号に電動発電機、空気圧縮機といった、補機類を5002号に 主制御機とパンタグラフを搭載している。主制御機は三菱電気製アブフム -108 から15、まだでに両分8機の主電動機を制御し、勾配対策としてそもそも速制度と発電制度を装備する。定員200%の乗車時に、川口湖大津機間でのそもそも速運転が可能であり、ブレーキ速度は最高の知時、40パーミル勾配では、 約時速 57km となっている。主電動機は A 段3000系電車が採用したものと同じ、系統に属する三菱電気製メガバイト -3054D を搭載し、駆動装置は WN ドライブを採用した。空気ブレーキは前日の発電制度と併用するタイプである電磁直通ブレーキの HSCD で、他にブレーキ故障時に備えて、 直通予備ブレーキ、また手ブレーキを1両あたり2台装備している。寒冷地対策として、扉の自動、半自動切り替え機能や、ドアレールヒーター、陶器屋間耐白時に、機器凍結防止用のヒーターを作動させるために、外部コンセントと変換装置を MC 車に備える。電動発動機は冷房装置電源を供給するために大容量の MG-111、AS。 空気圧縮機は、レシプロ式の C-1000 を採用した。台車は ND、ND-112 型と称し、国鉄 DT-21 系台車と同型の軸箱指示装置は、ウィングバネ式、枕バネには、コイルバネを用いた、オールコイルバネ台車であり、MC 車の連結面側台車には、車輪フランジの摩耗対策として、噴射式機上という装置を、各車運転台側台車には、 排泄機を装備する。2000年夏頃のカラーリング地方施設の申請者としては非常に意欲的な車両であったが、その後の装備は行われず一編成のみの導入に止まった。ただし、1980から90年代に富士急行が導入した中古のカルダン駆動車である5700系、1000型はいずれも定格出力7 5ットの三菱電気製種 電動機と WN 駆動の組み合わせなどに本形式との共通点が見受けられる。車体塗装は登場後数度変更されている。まず車体の甲で述べた塗装で登場した後、雨戸井から幕板上部にかけてもサランダブルーの帯が入るようになる等の軽微な変更がなされた。その後、富士急ハイランドのイベントや新施設開業に合わせて、 ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターをあしらったデザインや、機関車トーマスのキャラクターをあしらったデザインに変更され、特定の運用につくことになった。さらに、2007年には、客室の内装も、機関車トーマスをあしらったデザインとなり、以降はトーマスランド号として運用についていた。その後、車両の老朽化と、 部品確保が困難との理由で2019年2月23日のさよなら運転をもって引退した。引退後は5001号が下吉田駅構内のブルートレインテラス芝生広場において保存され、5002号は解体された。本系列の引退によって富士急行の保有する車両は全て他社からの譲渡車となった。また本形式が使用されていたラッピング車両。 トーマスランド号の代替車両として6000系電車を改装したトーマスランド20周年記念号が2018年3月21日から運行を開始している。ありがとうございます。